ここは少し時間をかけます。本田から柳川です。そしてもう一度本田、スリー打ってきた。このスリーが決まりました。最初のポイントは本田のスリーポイントです。柳川がしっかりついていきますが、スクリーンで入ってきますが、もう一度中入ってフェリプス、これファールあります。バスケットカウントです。落ち込んで自らシュート打っていきます。うっとリバウンドは取れませんで、今度はロングパスフェリプスに通すか、通ってしまってのダンクシュート。昨日500アシスト達成の栗原。さあ今度はガドソン。ガドソン昨日いい選手だという形でポイントを上げていました。このガドソンのシュート決まりました。バスケットカウント。残り4秒切ってスリーポイント。ああ振るの綺麗なスリーポイントです。オフのボールに変わります。バウンドパスからガドソン中へ入っていきまして、レイアップ綺麗に決めていきます。20対14、6点差。少しずつリードを広げていきます愛媛オレンジバイキングス。奥田のシュートです。笛が鳴りました。バスケットカウント。トシのスリーを打たずにもう一度組み立て直して、中へフェルプスへボールを渡ってしまって、パスシュートダンク。リバウンドは今度は奈良が抑えて林です。中で待っていましたのはムボニのシュート。笛が鳴りました。バスケットカウント。そしてフルノ、フルノシュート、おっと笛が鳴りましたんでバスケットカウント2点。45対41です。ハインズリングしたから、今度のリバウンドは愛媛。さあフェルプスに渡ってダンク。49対41。フェルプスには今44番のハインズが入っていますが、フルノ、うーんとうまくフェイント使ってシュート、フェイクルット見事です。リングされ藤田か。スリー、おー綺麗なスリーポイント。フルノこれは大きな大きなスリーポイント。71対81、10点差。残り35秒34秒、速攻で上がっていきます。ガードソンシュート、83対71。さあ今度は奈良も速攻で決めていきたいところですが、残り28秒27秒、ムーボージがボールをドリブルで上がっていきます。スリー打ってきた。44番のハイムです。ハイムのスリーです。6秒。さあここはハインズシュート打ってスリーポイント届きません。ここでブザーが鳴りました。ゲーム終了。74対83、愛媛。